ロベレ将軍は1959年にイタリアで制作、公開されたモノクロ映画である。同年9月ベネツヤ国際映画祭において上映され、禁止賞を受賞した。原作は実話に基づいたインドロ・モンタネッリの小説。1943年、シチリアを占領されたイタリア政府は、連合軍に無条件降伏したが、北、イタリアでは、ナチスドイツが、 失脚したムッソリーニを主犯に、海外政権を打ち立て、戦争を続行していた。各都市で抵抗運動が起こる中、ジェノバではファブリッツを率いるパルチザンのもとに、北アフリカからレジスタンスの指導者、ロベレ将軍が送り込まれようとしていた。エマニュエール・バルドーネは男前で、 押し出しが良いが、誤って下下タポに逮捕された男たちの家族から、釈放を交渉してやろうと持ちかけて金をせしめては、賭博に時を過ごすペテン師である。しかし、ついには、悪事がばれ、逮捕される。ちょうどその頃、ゲシタポのミュラー大佐は、一斉検挙した運動家の中に、ファブリッツヨがいると睨み、刑務所にスパイを潜り込ませて、リーダーを特定しようとしていた。 たまたまその時、上陸直後のロベレ将軍が射殺された。そこで捕まったばかりのバルドーネに目をつけ、無罪方面と引き換えに、将軍になりすまして、ミラノの刑務所にスパイとして入り込むことを承諾させる。国内で接触を取ってきた受刑者がバルドーネのミスから、拷問を受けるが、それでも口を割らずに死んでいく。また、ロベレ将軍の夫人からは、愛情と敬意に満ちた手紙を受け取る。 こうして、将軍をめぐる人たちの勇気と忠誠心を目撃するうちに、バルドーネは、真珠に、愛国心が湧き起こってくるのを感じ始める。そして最後まで将軍を演じ続けることに心を決し、夫人宛に死を前に思うのは、君のことだ。イタリア万歳とのメモを託して、自ら銃殺場へと赴く。ハンネス・メッセマート、デシカ主人公、バルドーネ役には、 当初、リノバンチュラが予定されていた。ありがとうございます。